赤松吉村は戦国時代前期のハリマの守護大名、戦国大名、赤松家の第十代当主四月永戸十七年十一月。ハリマ、美前、美正坂の三国を支配した戦国大名で、赤松家中高の第九代当主、赤松正則の婿養子にあたる。吉村の家系は第五代当主、藩主から始まる七条家の家系で、 吉村は、藩士の六代孫にあたる。父は七条正助で、以後の赤松宗家は、江戸時代直前に滅亡するまで吉村の家系が、家督を相続した。吉村は、正則の代から行われていた赤松家の戦国大名家をさらに推し進めるべく、大名権力の強化を図ったが、守護代の浦上村宗がそれに反発して対立。針馬など、赤松領で内紛となる。 吉村は村宗に敗れ、家徳を着手の歳末丸に譲って隠居したが、復権を図って再度、村衆と対立したため、村宗により暗殺されて、赤松家は没落した。吉村の少年は、文明2年、文明4年、炎徳2年、明王3年などの小説がある。ただこれらは、赤松家の経図や、後世の軍記物を参考にしたもので、また、 正則の,の少年や金の時期を考慮すると、文明年間の生まれは考えにくいとされている。吉村の陽名は、道祖松丸と言い,い、これは赤松家の歴代当主の陽名である。金は二郎であり、これも赤松家の歴代当主の名乗りである。養父正則は、カキツの乱で一時滅亡した赤松氏を再興した、中高の英主であるが、 男子に恵まれなかったので、吉村は、円徳元年に正則の婿養子となり、明王五年に正則が急死したため、後を継いだ。ただし、正則の,の死は急死だったため、吉村の家督相続は、正則の,の意思ではなく、正則の,の時代から赤松屋中で牽制を振るっていた、重心の浦上のりむをはじめ、別所の理事、生寺側職、薬師寺高よ、 赤松測定による格策とも伝わる。当主就任時はまだ幼少だったとされるが、婿養子になった際に、妻の正則娘は18歳だったとされているので、吉村もほぼ同年だったのではないかと思われ、正則没後の3ヶ月後の7月には、奈良に出陣していることから、成人していたものと推測できる。正則の急死で、赤松家は混乱して、 没後4ヶ月後の8月には、晩秋作乱と言われる内乱が起こり、それに乗じて、過労、守護代の浦上の宗が牽制を振るった。それに反発した一族の浦上村国がの宗と対立し、針まで内乱が始まった。当時の幕府官僚である、細川正元が、明王8年末に、これを仲裁している。のりが、文紀2年6月11日に、 三井市場で死去したため、義母のほら松院は吉村の聖人までの貢献役を務めた。慶の幕府で正元の死後、永正4年から同6年の間に元服して、前述の通称、二郎を称したとされる。また、十代将軍、足利義委員と十一代将軍、足利義澄を境に将軍が交代、議員が将軍に復帰との間で権力争いが起きると、 赤松家は、先代の正則の代より、阿波細川家と縁が深かったためもあり、当初は、吉住側の味方をしたが、同8年の船岡山合戦で、吉住が敗退した後は、将軍への帰り咲きが確定した、議員とは牧師、その証として、同9年11月には議員より返期と関東、与えられて、兵部所有、吉村と名乗った。その一方で吉住の子、 カメオマルを引き取って養育したりするなど、中央への影響力を依然として保持した。成人指針制するようになった吉村は、重臣、浦上村宗、正治側職の補佐を受ける一方で、武行制を導入し、大名権力の強化を目論むもの、の、権力が制約されることを嫌った。村宗たちの反発を受け、永正15年には、村宗は、居城の備前三井市場に退去してしまう。 これに激怒した吉村は、同16年、ノリ職らと共に軍を率いて、備前、三坂の村州の根拠地を攻撃し、一時は優勢になった者の浦上市を支持する、国人たちの抵抗や村宗敗下の名称、浮北義家のため敗北を重ね、守護赤松氏の権威は失墜し、逆に張り前の村州の侵攻を許してしまう。この間、同15年12月に、将軍、 吉種より阿波に逃れていた、細川住本及びその家臣らを成敗するように、命ぜられ10月、住本がに挙兵すると、11月3日、吉種より、細川高国に味方するよう命ぜられているが、村宗との交渉のためか特に動きはなかった。同17年11月には、村が側からの要請により、弱死歳松丸を引き渡して、隠居余儀なくされ、 その後何回か復権を図ったものの果たせなかった。英正十八年正月、足利亀尾丸を放じて挙兵するも村宗に敗れ、後村宗が分からのは僕の持ちかけに応じるも、図られる形で和解の席で捕獲されて、針間の室津城に遊兵され、同年九月十七日に村宗が放った刺客の手により暗殺された。家徳は前述の通り、 維持の歳末丸が継いでおり、守護家としての赤松氏の名目上の存続は、許されてはいたが、赤松家はこの後衰退の一途をたどることになる。なお、名水張馬重水を定めたのは、この吉村とされる。実より手影も打つ差し流手ては浮世を出る谷川の水、村の字は、祖先の赤松の利村に由来する。一部の人物は、時代、赤松正村の代に賜っている、可能性がある。 ありがとうございます。